こんにちは、美貌録チャンネルのコンシェルコです。なりもーなり、マイケルヨーダンです。このチャンネルでは過去にあったその日の出来事を簡単に紹介しています。8月26日は第75代崇徳天皇が崩御した日です。崇徳天皇は百人一首に選ばれるほどの有名な歌人で、日本三大怨霊の一人としても知られているなり。余談だが、日本三大怨霊の残り二人は学問の神様としても知られる菅原の道真と平将門の乱を起こした平将門です。崇徳天皇は元永2年5月28日に鳥羽上皇と藤原彰子との間に生まれましたとされてはいますが、実は崇徳天皇の本当の父親は鳥羽上皇ではなく、上皇の祖父である白河法皇であると言われています。鳥羽上皇は白河法皇の勧めで藤原彰子と結婚しましたが、実は彰子はこの時点で白河法皇との間にできた子を身ごもっており、こうした複雑な背景のもとに生まれた子が崇徳天皇であると言われています。崇徳天皇は表向きは鳥羽上皇の息子とされましたが、その上皇からはおじ子と呼ばれ、大変忌み嫌われたと言います。うん、当時の白河法皇は四天の君と言われる大変な権力者で、祖父の理不尽な仕打ちに逆らえなかった鳥羽上皇はその怒りの矛先を崇徳天皇に向けるしかなかったなり。余談だが、白河法皇の絶大な権力を物語るものとして、平家物語に思いのままにならないのは鴨川の水、すごろくのサイコロ、延暦寺の奉仕だけだという天下三不如意を語った逸話が記されています。絶大な権力者だった白河法皇が崩御し、鳥羽上皇が四天の君となると、崇徳天皇を様々な悲劇が襲います。鳥羽上皇により一方的に上位を迫られた崇徳天皇は、自分の子を天皇にしようとするも阻まれ、以後上皇という地位にありながらも形だけで政治の実権は与えられず、弟の後白河天皇に全てを奪われた挙句、反乱を起こそうとしているという噂まで流されてしまい、身の危険を感じて挙兵するも敗北。この方言の乱を起こした罪により、讃岐の国に配慮されてしまいます。うん、崇徳天皇は生まれた時からすでに過酷な運命を背負っていて、背を早み、岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとぞ思うという百人一首で読んだ歌は、到底ただの廉歌とは思えないなり。余談だが、崇徳院のこの歌は自らの運命を急流に例え、分断された仲だけどいつかまた必ず一緒になろうという意味の歌で、過酷な運命を背負って生まれた崇徳院の境遇を思えば、ただの廉歌ではなく、より深い歌であると解釈することができます。はい、しかし崇徳天皇の悲劇はまだここで終わりません。崇徳天皇は流刑地である讃岐の国で崩御した鳥羽上皇の御所に収めるための写経を3年がかりで完成させましたが、後白河天皇がその受け取りを拒否、配慮されたとはいえ出家し、後世のために書いた写経の置き場すらないのなら、自分は生きていても無益であると激怒した崇徳天皇は、その後は紙に櫛を入れず、爪も切らず、生きながらにして天狗の姿となって、我日本国の大蔓延となり、天皇を民とし、民を天皇として見せると言い、自らの舌を食いちぎり、滴る血液で天下滅亡の呪いの言葉を書き記したと方言物語に書かれています。ひー、怖いなり、おしっこちびりそうなり、僕はいい子なり、ピーマンも人参も残さず食べる。
ですよ、なりぼう。今はもう、崇徳天皇の御霊は慰められています。多少の誇張はあったものの、時の為政者たちを大いに恐れさせた崇徳天皇は、長寛2年8月26日に46歳で崩御し、現在は香川県の白峰の御捧ぎに眠っています。余談だが、崇徳天皇の呪いが信じられた背景として、その死の直後に世情が混乱し、有史以来初めて武家の政権が実現したことなどが挙げられ、それから700年後には明治天皇により、崇徳天皇の御霊を讃岐から京都へ帰還させる儀式が行われ、白峰神宮が創建されています。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。